定スキルのハナキンラジオ。皆さん、2週間ぶりでございます。転生貴族鑑定スキルで成り上がるアルスローベント役の藤原夏実です。鑑定スキルの花金ラジオ、この番組は上がるアニメ枠にて2024年秋から第2期の放送が控えているテレビアニメ転生貴族鑑定スキルで成り上がるの魅力を花の金曜日花金にお伝えしていく番組でございます。ありがとうございます。花金ラジオ今回で17回目。あっという間ですね。いつも聞いてくださってる皆さんありがとうございます。藤原ですね、先月の富士急ハイランドさんで、コラボイベントに参加させていただいたんですけれども、その際のね、お便りなんかもいただいてるのでご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームカナムさんからいただきました。ありがとうございます。藤原さん、ボンさん、カホさん、はじめまして。どうもどうも。先日富士急×伊勢パイコラボ中の富士急ハイランドと河口湖の遊覧船に行ってきました。おお、ありがとうございます。河口湖の綺麗な景色の前に立つアルス様とリーチさんの等身大パネル、最高の景色でした。アルス様、素敵な笑顔です。こんなに小柄で手も小さくて、なんて可愛らしい。リーチさん、こんなに身長大きいんですね。がっしりとたくましくてかっこいいし、穏やかな笑顔がまぶしすぎます。チュロス、ありがとうございます。いつかローベント家みんなの等身大パネルと素敵な景色のコラボが見られたらいいなと夢も膨らみました。素敵なコラボありがとうございました。いい文章じゃん。ねえ、本当にいい文章じゃん。ねえ、本当に。まだの声が聞こえますが、こちらカナムさん、お写真もアルスとね、リーツさんの後ろに川口湖が、綺麗な川口湖が見える素敵なお写真も一緒に送ってくださいました。本当にありがとうございます。で、異世界系の作品5作品と、こう5作品の代表の5人で登壇させていただいたんですけれども、お日柄もよく、すごくカンカン照りの中楽しいイベントをさせていただいたんですけれども、お越しくださった皆様本当にありがとうございました。作品の魅力を1分間でこう喋ろうみたいな、それができなければなんかセリフを言ってもらうみたいなコーナーもあったりなんかして、みんな見事にできず、セリフをそれぞれ言わせていただいたんですけどね、甘いセリフを言った方なんかもいらっしゃって、本当に楽しかった、楽しい、イベントになりました。そのイベントを終え、ウォーターイベントでしたっけ、ウォーターイベントで私たち登壇者5人がでっかい水鉄砲を持って来てくださった皆様にこう水をぶっかけるみたいなイベントもあったりとかして、もうそれがとてつもなく、もうなんか快感、そんな人様に水鉄砲を水をぶっかける瞬間なんてないじゃないですか、あんまり。だからすごく楽しかったですね。最終的にはドカーンってでっけえ大砲が鳴り響いたりとかして、そういう水ぶしゃーみたいなかかったりとかしたんですけども、皆さんも楽しんでいただけたら嬉しいななんて。そうそんだけじゃなくて園内、富士急ハイランドさん園内に私やリーツさんのこう音声が流れたりだとか、他の作品の皆様のキャラクターのお声が聞こえたりとか、ところどころで、それこそ等身大パネルがところどころにあったりとかするので、お時間ある皆様、まだね、こちらのコラボイベント9月16日まで開催しているということなので、お時間ある方ぜひ足を運んで遊びに行ってくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はとっても頼りになるゲストと、とっても暴れてくれるゲストが来てくれております。それでは鑑定スキルの花金ラジオ始めていきましょう。腹鳴ってんだ違う、俺じゃない貴様か私です。はい、そんなね、愉快なお腹とともに始まりました改めましてね、藤原夏実でございます、はい、さあ今回のゲストさんなんですけれども、はい、もうすぐ第2期がスタートするということで、この方々にお越しいただきました、はい、それではどうぞ。
皆さんこんにちは、リーツミューセス役のバンタイトです。よろしくお願いします。ゲストのテオリーになる方、シャーロットレース役の加穂なるみです。誰だろう、どう考えても。よろしくお願いします。よろしくお願いします。暴れる方、バンさんが暴れる方らしくて、どう考えても違う。俺初めて見たよ、この最初のさ、オープニングのトークでさ、 MC の方が一人で話してる時にさ、声出して反応してる人は初めて聞いたし、いや嬉しいですね。このカナムさんが送っていただいたお便りには、はい、ほらちゃんと藤原さん、バンさん、カホさんって書いていただいて、はい、いて嬉しいよね。うん、嬉しいよ。でもほら、うん、シャーロットがいないわけじゃないですか。確かにね。そうだよ。これなんだっけ、あ、水鉄砲か。水鉄砲こう、え、こう下に向けてってこと。お客さん、ちょっと待って、え、いや、ずっと気になりすぎてさ、水鉄砲をお客さんにかけ、結構近いってこと。結構距離感近くて、いいな。私たちがステージにこうちょっと高いステージに上がってて、ね、まあ、ちょっと下にいらっしゃるお客さんの皆様に、ね、ピシャーってこう、 あれだよ、ちょっと滑らかにだよ、滑らかに描けるんだよ。かぼちゃんがどういう絵を想像してたのか、確かに想像しえないな。あ、打ち合ってるみたいなと思ってたの。そうなるほどなるほど。私たち登壇者から、うん、お水をお見舞いするみたいな感じです。すごいサービスだね。あ、そう暑いしね、やっぱ。なるほどね。そう、うん、その日もめちゃくちゃ暑かったから、そうね、なんか私たちもすごく気持ちいい感じに、確かに涼しいイベントになったんじゃないかな、うん、え、なんか乗ったの、乗り物。私はあれですね、あ、乗ってねえな。私あのあれです、アトラクションではなく、うん、シュークリームを食べました。おスイーツも美味しいしね。そうです。スイーツもほら、そうです。チュロス持ってるし、そう。でも他の方々は、はいはいはい、もうイベント始まる前から、あれ乗る、これ乗る、絶対あれ乗るみたいな、結構ワクワクしてました。苦手なの？そうです。あの絶叫が、そうなんです。なるほどね。でもちっちゃいジェットコースターとかならいいんですよね。それこそ前回のラジオのゲストの小市誠さんとか、ロセル役の岡崎美穂ちゃんとかも一緒に登壇してたんだけど、その二人が割とも、いいじゃないかは絶対乗る、高飛車は絶対乗る、藤山は絶対乗るみたいな、二人は、誠はちょっと回る系はちょっとみたいなこと言ってたけど、もう美穂ちゃんがめちゃめちゃ好きみたいで、そうイベント終わったらね、もう会えなかった、もう多分乗りに行っちゃってる。すごい、なるほど。本当に楽しみに行ってる。そう、誠に関してはもう水ブシャーってなるってやつがあって、うん、それに乗ってもうびっしょびしょに濡れてて、もう絞れるぐらい、うわ、そう先頭にもう自信満々に乗ってて、まあいいね、最高に楽しんでる。そう、楽しんでた。かほちゃんはどうですか、絶叫系だったり。いや無理なんですけど。あ、そうなの。ちょっと意外だな。いや、多分なんか行けると思われて、一緒に行こうよって言われて、いやちょっとって言って、なんかなんだろう、嘘だと思われるから困る。行けそうだって。なんでそこで嘘をつく。でもなんか行って本当に、あ、もう行かないと終わらないってなったら、すごい渋々行く。ああでも乗れなくはない。乗れなくはないけど。いやでも極力関わりたくない怖いから、見てたい、上から。あーなるほどね。え、じゃあお化け屋敷みたいな。あ、ダメ。ダメいやなんか声優とお化け屋敷行ったらさ、声でかそうじゃない、なんか隣の人の声でびっくりした。あなたもでかいわ今のは。これびっくりした。なっちゃんと言ったらなんかなっちゃんにびっくりすると思う多分。それはありそうだな。それはありそう、すごいありそう。共鳴してしまうかもしれない、うんうんうん、いいですね。でもやっぱ暑い日にお水がたくさんのアトラクションだったり、そういうイベントがあってね。そうなんですよ、本当に楽しくて、うんうんうん、ありがとうございました、来てくださった皆さん、またね。そうです。てかさ、そう、この3人てかね、2人がゲストっていうのが初めてなの。あ、そうだ、そっか。そうだから私とっても嬉しくて。やったね、ありがとう、わーい。そう、そんなね、絶対頼りになる方じゃないじゃん。ここで分かったかと思いますが。そう、このね、まあ3人といえば、うん、
8月11日の、ね、ブルーレイ発売記念イベントありました。ローベント家へようこそが、もう一回言っとくか、ローベント家へようこそがございました。はい、この3人とねプラス西谷役の花澤さんの4人で、はい、イベントをさせていただいたんですけれども、いや楽しかったですね。楽しかったですね。楽しかったね。なんかね、お気に入りのシーンをそれぞれ の、うん、ピックアップしたお気に入りシーンをこうねちょっと語ったりだとか、うんうんうん、でクイズをね、うん、ちょっと激ムズ激ムズクイズみたいな、なんかその間違えたら僕らが、うん、セリフをキャラクターのセリフを言うっていう企画だったんですけど、だから、ね、もちろんその聞いていただきたいから、うん、間違えるの前提の難易度だったんですよ。ああそうですね、激ムズ、わかりやすい説明、うん、そう超激ムズだったんですけど、うんうん、確か全員2巡ずつぐらいやって、うん、はい、2回ぐらいしか間違えてない、うん、私だけねその2回と間違えてない。カボチャ以外全員正解してる。みんな勘が冴えてて私だけ別に冴えてなかった。いや正解なのよ、うん、企画としては。そうなのよ。そうなの、そうね、そう、みんなが間違ってるんですよ。どっちがどっちみたいな。でもみんなねセリフ言ってくれて、もちろんそうそうそう、せっかくだし、うん、やらせていただいたんだけど、うん、っていうそういうなんか面白い企画もねあったりしてすごい盛り上がりましたね。うん、バンさん回しやって MC やってくださって本当にありがとうございました。いやいやいや、僭越ながらやらせていただいて。どうでした？どうでした？待って待って待って、そこそんなに掘り下げる必要性ある？バーサー MC、うん、MC はだから皆さんのおかげでうまく円滑に回りましたよ。あ、本当にありがとう。いやいや、本当にありがとうございました。バンさんのおかげです。マジでそこ掘り下げるとこじゃないだろ。俺の MC の話はいいんだよ、みんながどういう話をしたかなんだよ。あ、そうですよね。輝いてたよ。そうですよね。楽しかったですよね。でもね、でもね、お便りもね、リリーベに関してのお便りもいただいておりますので紹介させていただきます。ラジオネーム天さんからいただきました。ありがとうございます。8月11日のブルーレイ発売記念イベント、とっても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。九州住まいで東京に行く機会がなかなかないのですが、お盆休みの間に、鑑定スキルのイベントがあったので、よっしゃ行くぞということで、この夏は思い切って旅行の計画を立てました。嬉しい。ありがとうございます。イベントの抽選会ではなんとサイン入りポスターが当選し、嬉しすぎて指をピロピロって動かして手を振ったら、うん、藤原さんも真似をして振り返してくださり、忘れられない素敵な思い出になりました。本当にありがとうございました。藤原さんはこの夏楽しかった思い出、またはこれから楽しみな予定などありますか？藤原さんのお話大好きなのでたくさん聞けたら嬉しいです、うん、ありがとうございます。もう天さんも、天さんもですね、アルスが優しく手を振っているイラスト、うん、素敵な可愛いイラストを一緒に送ってきてくださいました。天さんの人柄が伝わりますね。いやですね、本当に、いや、そう、九州からはるばる本当にありがとうございました。来てくださって嬉しい。嬉しいです。当たってよかったね。ね、本当に確かに手を振ってくださって、あーって振り返した覚えあります。うわー、天さん覚えてる。天さん覚えてますよ。天さんのことを本当にありがとうございました。まあね、ちょっとね楽しかった思い出をね、うん、聞いてくださってるんですけど、そうだね、まあ、これから楽しみな予定とか、うん、そうですね、この間ふと仕事終わりに友達2人を引き連れて、うん、バッティングセンターにかけて、バッティングしたりとか、うん、ストラックアウトしたりとか、うん、まあ、その流れで、まあ、そういうなんだスポーツ関連のものが、うん、運動ができる場所と、うんうん、ちょっと遊園地が一緒にあるような場所なんですけど、観覧車もあって、観覧車せっかくだからまだ乗れそうだから乗ろうみたいな感じになって、うん、乗ったらカラオケ入ってるんですよ。観覧車の中に、カラオケが、おいぶち上がるじゃねえかっつって思い切り3曲ぐらいぶち上がる曲を大合唱。見た目は普通の観覧車。あ、そう、見た目は普通の観覧車なんですけど、今そんなことなってんの。そう、びっくりしちゃって、おいカラオケついてんのかよ、行くしかねえっつって行って、もうずっと、あ、それは面白いね。ね、うん、一周するまでずっと後ろの綺麗な夜景をバックに、いやーみたいなことを言いながらね、綺麗なバックを夜景をバックにしながら、そう、盛り上がる系を歌ってた。そうなんですよ、すごい、一番頂上で告白するような流れをカラオケで作るみたいな感じじゃない。あ、もう全然気づいたらもう半分、そうだよね、あっという間に終わっちゃいそうだよね。そう、歌ってたらマジであっという間で、それ楽しかったな、なんか疾走感があってね。そう、そんな感じだったんですけれども、うん、2人はどうですか？楽しかった思い出。楽しかった思い出。楽しかった。僕は夏が嫌いですから。そうなの？嫌いなんだもん。暑いじゃん。確かにね。しかも今年はすごい暑いから。本当に。まあ、ただなんだろうな、その分やっぱり
空調のありがたみをすごい感じてます。あ、本当にね、快適。もう駅のホームとか本当にやばいもんな。まあ、あとね、やっぱ暑い日はお酒がうまいんだ。あ、あれずっと飲んでない？今も？なんかずっとずっと飲んでるイメージ。昨夜はさすがにこの番組があるから飲んでるんですよ。あ、えらい。さすがにさすがに。あ、そうなんだ。でもやっぱゆっちょっとゆっくりできそうだなっていう時はもう漏れなく飲むの。まあことが多いね。あ、そこが夏唯一好きなところかもしれないですね。あ、酒が時間を。自分時間を自分時間をね。自分時間、はい。そうだね。どうですか、カホさん。なんかね、私もあんま外出てないから家の中を充実させようと思って、うん、あのね、なんかジューサーっていうの、スムージー作るやつ。お、あれ買ったのよ。お、いいよ。もう全部混ぜてる今。お、全部、うん、え、めっちゃいいよ。野菜すぐ取れるよ。あ、そ、野菜系もやってる。野菜なんかもう小松菜とかバナナとか豆乳とか、うん、めっちゃめっちゃいいよ。なんかクオリティ上がる生活の、すげえ。そう、おすすめ。それいいね。家を充実させるっていうことを楽しんでる今。いいね、体も健康になるしね。そう、うんうんうん、お、いいの。忙しい人絶対買った方がいい。 おすすめ後で教えてください。あ、もちろん。あの、やった。こういうやつ いて全然わかんねえ。全然わかんねえ。今の認定忍者みたいなポーズしてたの全然わかんねえ。まとめろまとめろ。話をまとめろ。もうなっちゃんの夏の企画が決まったってことだね、これでね。よ、楽しみな予定が決まったっていうことですね。教えてもらいましょう。はい、はい、はい。あの、もう一つあるんですね。ありがとうございます、ね、本当にいっぱい、ありがとうございます、ラジオネーム春雨サラダさんからいただきました、うん、ありがとうございます。藤原さん、バンさん、カオさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先日行われたリリースイベント参加させていただきましので、はい、感想を失礼いたします、はい、キャストの皆さんが選ばれたシーンとその感想やアフレコ時のお話、うん、超難問クイズコーナーと生ゼリフなどなど、うん、どのコーナーも楽しくて終始ニコニコしながら楽しませていただきました、うん、はい、超難問を次々正解していく企画泣かせな皆さんと、ちゃんと外していくカホさん。あー、分かってるね、私のこと。カウントが AD さんでガヤが少年すぎる藤原さん、まさかの2連続バン氏に値するバンさんと、ね、面白かった場面がありすぎて本当に愛あふれる素敵なイベントだったなと感じますし、参加できて幸せでした。そこでお三方のイベントの、感想や裏話などお話できる範囲で伺いましたら嬉しいです、うん、はい、はい、名シーンでしたね。バン氏に値するを2回引くバン。いや、本当に持ってたわ。そう、だからその説明をすると、うん、間違えた時にその箱の中から、うん、いくつかセリフがピックアップしていただいていて、それを引いてそれをやるだったんですけど、はい、まあ7個ぐらいあったのかな。そう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 。その中の万死に値するっていう入っているワードを2回連続で引くっていう、うん、別の、ね、そう、割としかも似てるセリフっていうのがあって、すごい、まあ、面白かったなっていうのがあったんですよね、うん、だいぶ動揺してたもんね。さすがにびっくりしたよね。でもすごい、真っ先にリーツくんの年齢感を調べてたの。そう、そう、あ、メモとかしてた。そう、やっぱこの作中で、うん、みんなもそうなんですけど年齢感が上がっていくんで、うんうんうん、これはいつのタイミングの万死に値するだろうと思って。さすがです。そう、割と言うから、うん、確かにね、幼少期なのか青年期なのかどっちだろうと思って全然違うもんね。そう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 、っていうのがあったりしましたね、うん、わー、いいっすね。まあ後でもカホちゃんは全部ちゃんと外してくれたっていう。そうそうそう、わざとだからあれ。さすが、さすが、ちゃんとそういうとこすごいよね、本当に。いや、本当に、そうだよ。欲しい、あなたに求めているものをちゃんと提供していたから。すごいですからね、別に本気じゃないですから。かなさんはかなさんですごく、いや、すごかったよ。あの、絶対正解するって意気込みがすごかったので。だし、その別の方、例えばなっちゃんがセリフを言った後にアドリブで参加してくださった、うんうん、ありましたね。さすが、すごい。私がリシアさん、あ、違う、アルスがリシアさんにこう送る時の言葉を、私がカナさんに向けてバッてとっさにやった時に、カナさんがこう対応してくださって、さすがだな、カナさん。さすがだな、ね、いや、楽しかったですね。楽しかった。緊張してましたか、お二人は。どうでした。あ、でも結構お客、来てくださった皆さんとの距離感も結構近い会場だったじゃないですか、うんね、うん、なので、あ、皆さんがお近くにいらっしゃるっていうのでちょっと緊張はしたかもしれない。あ、うん、なんか私こう並びがバンさん MC のかなさん、うん、私、なっちゃんっていう並びだったんですけど、うん、も
もう初手でもう花澤さんがもう始まったらもう立ち上がって、でもお客さんとそのなんかこうちょっとした、あ、皆さん今日はありがとうみたいな感じの、すごいと思って、会場をこう温かい空気にすごいと思って、皆さんの笑顔をこう一気に出してくださったっていうのはあるかも本当に。すごい、なんか完全になんかステージにいたけども完全に見てて、あ、あ、あ、私喋る番かみたいになってお客さんとして楽しんじゃった最初の挨拶とか。本当にね、でも本当にすごく楽しく、お客さんと一緒に楽しめたイベントだったね。本当にあったかかったイベントでしたね。監督の、あのこの作品の監督をやってくださってる方もイベントにこっそり来ていたの。加藤さん、加藤監督が、あのね、終わった後に、そう、終わった後に、あの実は見てましたと。あ、そう、そうそうそう、そうなんですよ。でも僕は気づいてたけどね。あ、すごい、そう、バンス気づいてるっておっしゃってて、お客さんたちを見てるときに、あれ、なんか一人やたら目立つ人いるな、あ、目立ってたんだ。確かにお洋服も結構、そうそう、ね、結構あれ、なんか見覚えがある、監督だって思って、うん、そう、まあ、あったんだけど、すごい、監督だってよく言わなかったね。確かに、いや、まあ、やばいだろ、それはや、それをやったらさ、逆に良かったかもしれない、あの見つけなくて反応しちゃうかもね、言っちゃったかもしれない、私とカホちゃんは、あ、言ったかも桜みたいなプライベートで来てくれた多分2人に見つかったら絶対に言われると思ったから多分こっそりしてたの、うん、なるほどね、さすが。いや本当に、でもね、いや嬉しかった、そう、お客さんもスタッフさんもすごい皆さんの愛があふれるイベントだったなっていうふうに思っております、うん、そうですね、うん、本当にあのお越しくださった皆様本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、なあ、そんな感じでね、うん、あ、この、うん、花金ラジオも、うん、はい、もう17回目、すごいね。 それまでね、豪華なゲストの皆さんと旅をしているんですけれども、うんうんうん、どうですか、ゲストはバンさんが 1、2回目、そうだね、3、4回目カホちゃん、はい、で5、6、またバンさん、またバンさんその説はありがとうございます。いえいえ。で7、8回目でみほちゃん、岡崎みほちゃん、うん、9、10でとまつさん、11、12ラバタメさん、13、14花澤さん、で15、16でコラボで小市誠さんが来てくださった。すごいね、うわ、もうこんなに走り抜けてきたんだなってびっくりした。17回目なんだ今。すごいよね。え、今何ヶ月ぐらい始まってから今日までだいたいどのぐらいだ？半年ぐらい経った。そうですね。わあ、長いな。かな。なんかだからほら、初回と5、6回目に僕はお邪魔してるわけじゃないですか。うん、はい。いや、なっちゃんがすごい成長しているんだろうなって僕はやっぱ感慨深い思いでちょっと来たんですけど、どうでしょうか、そのままでいいんじゃないかうん、うんうん、それは、うん、いや、いいと思う、本当、そう、変わらないことが君の良さだよ。ばあさんって困った時そのままでいいんじゃないかなっていう、うん、いやいや本当に思ってるのそれ、本当に思ってる、これは僕結構口癖なんだけどこれはマジで思ってるから言ってる、なるほどね、真似してこう、そうだね、いやいや真似すんね、俺のアイデンティティ、心から あなたはそのままが素敵だと思うから、うん、そのままでいいと思うって言ってる、本当に適当に流してるわけではない、これは本当に、そうなんだ、もうそのまま受け取っていいんだね、いいと思うよ、でもこれはだからさっき打ち合わせの時に、はい、作家さんとかにこここういうことですよねって聞いてたのが、うんうん、あ、最初はなかったなこれそう、あのね、第1回目の時はバンさんが全部聞いてくださって、いやいやいや、あのほとんど本当にね、ここどうしましょうかって相談のね、そうしたりしたりなんですけど、あ、すごいこう成長してるなっていうのはありましたし、子育てやんあ、立派になって、なってしまったな、なっちゃんもうと思って、まあまあたまたまかもしれないです、本当、ええ、僕はもう静かにしてる方がいいんだな、いや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 、今日この2人をね、やっぱ、ええ、まとめるは違う、ね、いや、まとめる必要性はないもう飼いならしていただかないといけないかもしれない、まあ、スチャガベッチャガでもね、バンさんがまとめてくれるから、うん、カホちゃんちょっとセーブしてる、え、おい、してないしてない、セーブしてない、なんか、いや、私あの次のハムが本命やから、じゃあ何の話だよ、楽しみにしててねネタバレするんじゃないよハムが本命よ、伏線ここで掘っていく、なるほどなるほど、どうですか、なっちゃんはたくさんのこのゲストの方といろいろなねお話をしてきたと思うんですけども、はい、うん、すごい回してくださって、ありがとうございます、これでいいんだっけよくねえんだよおかしいんだよ、いやでもね、やっぱり17回目ともなると、はい、うん、さすがに、うん、このラジオの色といいますか、うん、そういうものがなんかね、ちょっとずつ出来上がってきたんじゃないかなって思いまして、ね、うん、まあ、バンさんも言っていただきましたし、うん、まあ、このまま
私のこの感じを、うん、まあいっぱい 100% 出していって、うん、さらに面白いラジオにしていけたらいいかなって思っているんですけれどもすごい今第1回初回のおはようございますの続きみたいに戻っちゃってさっきさん頭かいちゃったもんいいんだよそのままでいいんだよ困ったなみたいなそのままでいいんですよ、ありがとうございます、ね、引き続き、うん、素敵なゲストの皆さんとね、はい、いろんな素敵なお話していきたいと思います、はい、本当にお二人ありがとうございます、はいはいはい、ということでここで1曲お届けします、はい、好評発売&配信中のオープニング主題歌です、うん、トゥルーさんでブルーデイズ。逸材募集イエーイ、よっしゃい、 お水を飲もうとするんじゃないなお仕事が終わったんじゃない自分のセリフじゃないからって油断するんじゃないやばい、漏らされたはい、この逸材募集のコーナーではリスナーさんからの自己推薦文を募集しております、はい、登用するか否かを藤原のなっちゃんにジャッジをしていただくコーナーとなっております。はい、はい、では早速今回いただいておりますメッセージを紹介していきたいと思います。はい、はい、お願いします。ラジオネームでっぽり花さんからいただきました。ありがとうございます。私は焼肉奉行です。 お肉の焼き加減完璧にいけます。おいいですね。みんなで行った時はそれぞれの好みの焼き加減をまず聞き、うんうん、それぞれに合わせた最高のタイミングの焼き加減で配膳します。すげえ。もちろん焼いている間も無言なんて無粋なことはしません。つなぎのトークもバッチリ対応しています。わー、すげー。皆さんは好きな焼肉の焼き加減、好きな部位は何ですか、あと雇ってみませんかということでございます。これは俺はとんでもない逸材が来たなと思いますよ。バンさん得意そうじゃない。確かに。え、バンさんって思った。俺はね、他の人の肉焼かない。あ、そうなの。意外だな。だって、うんうんうん、それこそこのその人のタイミングを聞く、好きなものを聞くっていうのがまず大変だし、うんうんうん、もう自分は自分のものを食べたいから。あ、そう、なんかそこで逆に僕気を使いすぎちゃうかもしれない。あー、なるほど。他の人のを焼くときに、あ、やばい、焼きすぎちゃったかもっていうなんかこう、罪悪感、あー、想像できるな、とかあったから、うんうん、ちょっと一回その立場やめようと思って、うん、あえてやっていないっていうのはある。あ、へー、あ、一回経てんだ、それ。そう、前までは確かに焼いてたんですよ。へー。ただ、あー、ちょっと焼きすぎちゃったかも、いや逆にそうじゃなかったかもっていう、こうなんか、うんうん、自分の中で気を使いすぎちゃうところがあるからやめた、うんうん、あー、なるほど、ね、一回この人の焼くっていう人生が一部あったわけじゃん、うん、あったね。そこから、うん、脱するの難しくない？ずっとアバンさんは焼いてくれる人みたいな。 あれ、やめどき何？やめどき、鍋奉行の引退を知りたい。だからそれこそ奉行、ね、最初に宣言しちゃう。あ、もうちょっと自分の、あ、おの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 で。あ、確かに言ってたかも。そう、うんうん、各々好きなやつでいきましょう、うんうん、だからそっちの方が気が楽かなと思う。あー、ね、まあ、お互いに。そうそうそう、うんうんうん、でもやっぱりこのでっぽり花さんはすごい、もう焼いてくれるし、うん、無言にしないって、これ俺すごい、いや、すごい、つなぎのトークマルチタスクすごいよな、うん、そうだよ。だっておのおの好きな加減が違うわけだからさ、うん、ウェルダンがいいっていう人もいるし、レアの方がいいっていう人もいるから、よく焼き
これできる？絶対無理。無理だな。絶対もう脳みそ5個ぐらいないとわかんないこれ。いや無理だなってしっくりきてないよ。いや、いいと思うのそれが。すごいつなぎのトークがすごいよね。うん、なっちゃんはどうですか？どういう焼き加減が好き？私はよく焼きが好きなんです。あ、しっかりめが。あ、そうなんです。なんか多分油が多分お腹に。ダメージが加わりやすいのか、よく焼きで食べるのが好きなんですけど、そうっすね。その焼き加減とかも私自身あんまよく分かってないので、うん、まあこだわりはしないからね、そんなに。そう、なんか赤いと、うん、ちょっとでも赤かったらダメなんじゃねえかみたいなぐらいの感じだから、なんか私も奉行は絶対できないなと思って、バンさんと一緒で、わかんないこれみたいな。そう、なんか豚とかはさ逆にこう焼いた方がいいじゃない。だからそのそこも管理するのもちょっと怖いなって思う。あ、そうね、万が一のことがあるから。お前のせいで、お前は焼いたから。なんていうか、お前みたいな、いや、お前のことみたいなことを言うやつがいるからやらなくなるんだぞ。そういうことだ。バンさん何が。どうですか、カホちゃんは焼き加減だったり。かね、いわゆるあまり焼かない、なんかさ、ネギとか乗せるタイプあるじゃん。あ、タンとか。はいはいはい、そうそう、タンとかさ、私あれ好きなんだけど、ずっと正解がわからないのが、なんかお肉の上になんかネギとか生姜とか乗せるやん、乗せるやんつって。はいはいはい。じゃん、なんかあれをひっくり返したらなんかネギとか落ちるじゃん。わかる。その焼いて乗せて、で、あれって結構焼いて上の方が赤っぽいまま食えってこと？あれさ何？あれ好きなんだけどさ。確かに、なんか誰しもが言うよね、みんな。あれ正解あるの？なんだっけ？なんかどうしたらいいんだろう。あれ一回のけた方がいいのかな。なんかネギのっけて、こうなんか半分ずつ折りたたんで焼くみたいな。何それ？すごい。こういうこと？あ、そう、なんか折りたたんで、左側まず折りたたんで右側を焼く。あのネギを包んでね。ああ落ちないね。離すなってこと？トングを。そうだよね。でも焼くと。ここをずっとみたいに喋りながら焼くってことか。折りたたむじゃん。まず左から右をネギ包みながら畳むじゃん。それをまた元に戻して、今度は左から右に折りたたむ。折りたたみ式で焼くみたいなことを聞いた気がするよ。あれ、それ内側焼けてる？あれ？もうそうだよね。なんか赤くていいのか、あれは。そうか、上の部分の話をしてるのか。だからそこを、だからデッポリ花さんは多分完璧にやってくれるんですよ。うん、すげえ、知ってるんだろうね、答えを。そう、答えを知ってるんだよ、この方は。教えて。次のお便りで聞かせていただきたい。これの答えは。確かに。ネギありのお肉の焼き方聞きたいですね。そんなね、デッポリ花さんですが、どうですか。あ、そうだ、逸材募集のコーナー。そうそうです。この方を登用するか否かをこれからジャッジしていただくんでございますが。なっちゃんが。そうだ。さあ、答えの方はどうですか。まだ考える？もう。あ、もう決まってる？はい。はい。あ、めっちゃお腹鳴る。腹減った。ご飯の話するといつも腹鳴っちゃう。お腹の後話はね、また後でちょっと触れようと思ってるから。あ、ごめんなさい。で、とりあえずね、ジャッジの方では、なっちゃん、ジャッジの方お願いします。はい、わかりました。こちらのリスナーさんを登用します。じゃじゃじゃん、スッ、イエーイ。ありがとうございます。今 SE あったのにセルフ SE いった。SE を受けた後にジャジャジャンっていう人は初めて見たかもしれない。かぶっちゃう人はママいるけどさ。いいと思うよ、そのままでいいと思う。すごいびっくりした、感情のまま言ってしまった。まあちょっとこれはでもすごい逸材だよ。ちょっと優秀すぎます、これは。優秀だよ。一家に一人欲しいですね。確かに確かに、鍛え上げられてるね。すごいすごい。なんかもうこういう人、焼肉奉行以外でも奉行やってくれそうだもんな。なんか確かに気の使い方が多分すごいと思うんだよね。スマートというか。そう、お腹をすげえ、まあ分かる、しょうがないんだよ、これは生理現象だから。そうだね。ただこのラジオのさ、冒頭でさ、一人トークが始まる直前にさ、お腹鳴らしたでしょ、誰か。確かに。バンさんやめてよ。もうバンさんだったのか。ちげえよ、ちげえよ。MC が始まる前にお腹を鳴らすんじゃないと思って。もうやめてよね。挙手して、鳴らした人挙手して。あるよあるよ。
お腹はさ、いやわかりやしょうがないしょうがないよ、まあ、前方から聞こえたらしょうがないけど、ね、でもやこの後じゃあ二人とも鳴らさないでよ。おこ俺は大丈夫俺は大丈夫だよ、コントロールできるから。なんでそんな自信ある、すごい、コントロールできるの。あすごいプロだ、それすげえ。いやまあね、本当美味しい、こんなお腹が鳴るようなね、すごい素敵なお話の方をいただいたので、はい、今回はね、謁見できる方は以上となります。はい、でっぽり花さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで引き続きたくさんのご参加お待ちしております。それではここで鑑定スキル関連の最新情報をお届けします。はい、まずはブルーレイ情報です。鑑定スキルのブルーレイ第1巻第2巻が好評発売中です。そしてブルーレイ第3巻は9月25日水曜日に発売です。キャラクターデザイン八尋優子さん書き下ろしダブルブックケースや原作未来人 A 先生書き下ろし小説温泉旅行後編など特典が盛りだくさんです。はい、続いて音楽情報です。トゥルーさんが歌う第1期オープニング主題歌ブルーデイズが好評発売&配信中です。はい、そして、花澤香菜さん演じるリシア・プレイドが歌う第1期エンディング主題歌ファイナリーも好評配信中です。はい、続いてコラボ情報です。うん、はい、富士急ハイランドと2024年に異世界系アニメがいっぱい放送される件、うん、通称異世パイとのコラボイベント、富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件が9月16日まで開催中です。はい、はい、ここでしか見ることのできないあるストリーズの書き下ろしイラストや取り下ろし園内アナウンスなど、はい、特別感満載のコラボイベントになっております。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてテレビアニメ第2期は2024年秋放送開始です。はい、うん、引き続き鑑定スキルの応援をよろしくお願いいたしま す。以上最新情報でした。鑑定スキルの花金ラジオ、鑑定スキルの花金ラジオ、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組ではアニメラジオの感想、私やゲストさんへの質問、逸材募集のコーナーへの投稿をお待ちしております。メッセージは現在お聞きのサイトにあるメッセージ投稿フォームをご利用ください。はい、たくさんの投稿をお待ちしております。はい、はい、そしてバンさん、カホさん、うん、次回も何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しみハムね楽しみハムね。あの この番組はあの毎回2本撮りなんですけれども、はい、今1本目じゃないですか。はい、これカホちゃんはもう2本目の話をしてしまったっていう話です。そうですね、ねじ込んできますね。ねじ込んじゃって早えよっていう。びっくりしたよさっき。まだ伏線ですからハムねお腹すいたハムね、まあ、変なキャラクター背負ってんだ。なんかやばいってくれよ思ったのが告知の時にさ、はい、こ告知文ってさ、まあ、ちゃんとこう読まないといけないし、はい、文体も難しかったりするから、はい、割と真剣に読むじゃないですか。はい、うん、こんなに身振り手振りでやってる人俺初めて見た。全力よ、いつだって全力ハムよちょっとまだみんな分かんないから。あ、お腹すいたハムね。お腹すいた、はい、ということで、うん、次回番組の更新は9月20日ということで、うん、いよいよね第2期も近づいてきたということで、そちらのねお話もちょっとしていけたらいいななんて思っております。はい、ということでお別れでございます。お相手はアルスローベント役の藤原夏美と、リーツミューセス役のバンタイトと、頼りになる方シャーロットレイス役の川成美でした。それでは皆さん、良い週末を。